どうもこんにちは。今日はですね、レザークラフトの道具を買いましたのでご紹介したいと思います。まだですね、レザークラフトっていうのをやったことがないので、お店の方にですね、いろいろ聞きながら、初心者でもこれがあればもう十分ですよっていうようなものを揃えてきました。今回行ったお店なんですけれども、広島県広島市にありますレザークラフトの専門店、レザークラフト高田さんに行ってきました。店内がですね、ちょっとビデオ撮影ができないっていうことだったので、写真なんですけれども、店の雰囲気が分かればなと思います。こんな感じでですね、もう本当に専門店というだけあって、品揃えがすごかったです。それでは購入したものなんですけれども、まずですね、ゴム板。これゴム板って言っても、だいぶ硬いやつです。いわゆるプニプニしたやつじゃないですね。ガチガチです。このゴム板の上に乗せてですね、革に穴を開けていったりとか、そういった作業はここで全部やるようになります。これが、革を切るためのナイフになります。革包丁っていうのもあったんですけれども、初心者だったらこれでもいいんじゃないかということでこちらにしました。オルファ立ちナイフ、これですね。次が、研磨仕上げの道具、削る、鳴らす、磨く、これができるやつですね。多分横側の仕上げとかに使うようになるものかなと思います。次が木槌、革に穴を開けるときに使うやつですね。大きいものとちっちゃいものがあったんですけれども、店の方とですね、ちょっとお話しさせていただいて、後々大きいものとか作っていくようになったとしたら大きい木槌の方がいいよって話だったので、もう最初からこれを選びました。ちょっと大きめになってます。そして次が、目打ちの道具、こんなになってますね。フォークみたいになってるんですけども、革の縫い目ですね、縫い目に穴を開けるときにこれでこう上をハンマーで叩いて穴をどんどん開けていくっていうものになります。これは4本で、こちらが2本、カーブとかするときにですね、やりやすいようにこの2本のやつも選んでもらいました。それと、革用のコンパス、こう広げてですね、革に印をつけるための道具です。でよくあるのが、ここで何て言うんですかね、こう革に印をつけていくわけなんですけども、削れるようになってるタイプもあるんですけども、お店の人曰くですね、削ったりする人も多いけども、印がついてればいいんで削れる必要はないということだったので、こちらを選んでみました。これ多分必需品になるんじゃないですかね。それと、革の裏とか横とかを磨くための床ノール、これも必需品になってくるんだと思います。それと、磨き棒、この辺で磨いたりもできますし、縁のところをですね、ここに引っ掛けてこうゴシゴシ磨いたりもできるものになってます。こちらが、手縫い用のローがもう引いてある糸ですね。糸は白いものもあったんですけども、ちょっとナチュラルっぽい色がいいのかなと思ってこんな色にしてみました。それと縫うための針、これは5本セットですかね。5本入りになってます。でちょっと細めのタイプを選んでみました。初めてやるんでですね、ちょっとやりやすい方がいいのかなと思って、どっちでも変わんないよっていう話だったんですけども、とりあえず細めのものを選んでみました。それとあとこちらなんですけども、そのレザークラフトのショップ高田さんが開発した針だそうです。見ていただくと分かるんですけども、長さが全然違うんですよね。でこちらはこっちに比べて値段が3倍ぐらいはするんですけども、長いので縫いやすいみたいです。でこの高田さんなんですけども、レザークラフトショップなんかもやってらっしゃるそうで、いろんな方の意見の中で針が長い方がいいっていう意見が多かったらしいので、これを開発されたということでした。で、何か違いがあるんですかって聞いてみたんですけども、まず長いっていうことと、あとこの針のしなり具合が全然こっちの方がいいらしくて、こちらはですね、まずこれを使ってみて、こっちと使い比べて良ければ またこっちを買ってくださいということで、サンプルとして3本入りのものをいただきました。
それと革をくっつけるためのボンド。一応まだ初心者なんでですね、透明のものを選んでみました。あとは革ですね。こっちの方が、確か2ミリぐらいの厚さだったかな。で、多分見ていただいてすぐ分かると思うんですけども、結構こうシワだったりこうトラメみたいなのがあったりするんで、ちょっとお安くなってるんですけども、やっぱり革なので、場所によってとか部位によって多分どうしても違いって出てくると思うんですけども、個人的にはこういうシワとかがある方がちょっと味があっていいんじゃないかなと思ってこれを選んでみました。これは牛ぬめ革ってやつですけども、これで1000円、結構安いんじゃないですかね。それとこの色合いがちょっと気に入って買っちゃったんですけども、これは歯切れになります。ちょっとこの辺とかですね、傷が入ったりとかしてるんですけども、結構色が良くないですか。これ高級な革製品とかでありそうなものなんですけどもね。これは歯切れで150円でした。で、いろいろ今回買ったので、これはサービスとしていただきました。ありがとうございました。ということで、トコノール磨き棒、針が2つ、コンパス、糸、ドレッサー、木槌、立ちナイフ、目打ち、ボンド、ゴム板、それと革。今回はこれを全部合わせて一応1万円以内に収めることができました。おそらくですね、こういう個々のものを Amazon とかで買うともっと安い可能性はあるんですけども、やっぱりですね、実際レザークラフトのお店に行ってお店の方に話を聞いてみると、やっぱり楽しいですし、何より勉強になるんでですね、実際の店舗に行くっていうのも大事だなとちょっと感じました。ということで、次回はですね、まずこれですかね、これを使って実際に作っていこうと思います。作るものなんですけども、ナイフのケースとかそういったものも第2弾として作ろうと思ってるんですが、まず最初の第1弾としてですね、スキレットカバー、スキレットの持ち手につけるカバー、これをですね作ってみようと思います。それではまた次回に。